はい、皆さんこんにちは。37年ぶりギターの岩塩です。今日はこちら、トミーエマニュエル公式ショップのセールで購入したものを開封してみたいと思います。ですね、実は、去年もですね、ちょうど1年前ぐらいですね、トミーエマニュエルの公式ショップで、こちら、これ分かります？トミーエマニュエル直筆サイン入りストラップっていうのを去年は買って、レビューをしました。もったいなくてですね、全く使っていないんですけれども、この時に、これと一緒に買ったのはこちら、トミーエマニュエルのじゃじゃん、サムピックですね。これを去年、セールで買ったんですけれども、今年も、セールで、購入をしてみたので、これから開封レビューしていきたいというふうに思います。それでは開封してみましょう。はい、こちらがそのトミーエマニュエルから送られてきたものです。どうですか、こう見てください。トミーエマニュエルと書いてあります。早速開封をしていきましょう。はい、こんな感じです。じゃじゃんとじゃじゃんという感じで、まず一つ、これちょっと分かりづらいですね。黒に黒で全くちょっと分かりづらいので、じゃあこれからいきましょう。まずこちら、こちらですね、こちら分かりますか。これ T シャツです。こちらポロシャツ、と分かり、これではちょっと背景が黒で分かりづらいので画面を切り替えていきましょう。はい、今回購入したのはこちら、まずトミーエマニュエル帽子です。キャップですね。で、トミーエマニュエル T シャツ、どうですか、こうトミーエマニュエルCGP と、書いてあります。これサイズは一応、まあスモール S を購入してみました。そしてもう一つがこちら、トミーエマニュエル、これですね、シャッポがついているパーカーです。これもサイズは、S です。裏に、このようなというロゴがついてて、正面の胸のところには同じようにトミーエマニュエル CGP と、書いてあります。そうですね、質はどうなんでしょうか。まあまあ、正直、まあ日本で言うと、まあその辺の安物のちょっと T シャツっていう感じで、パーカーも、そんなにこう厚くはないですね。このファスナーがまたこう硬くて、中もこんな感じ、ちょっとこう肝にはなってますけれども、分かりますかね。まあ正直言って、まあまあ、これポケットはありますけれども、ちょっとまあ安っぽいかなという感じですね。で、帽子は、こうロゴがついていて、後ろにこんな感じでトミーエマニュエルと書いてあるこうメッシュの、帽子ということで、一応今回ですね、これ、セールで、安く買うことができています。実はですね、この、ちょっと待ってくださいね、この帽子、定価が US$30、これがセールで25ドルになっていました。
で、こちらのパーカーですね、パーカー、これが、セールで、定価が50ドル、セールでそれが40ドル。で、こちらの T シャツ、これが、定価が25ドル、セールで15ドルということで、トータル、105ドルのところ、80ドルで、購入できたということになります。およそ25ドル相当お安く買えたよということになるんですけど、送料が28ドルぐらいかかっているので、まあまあ送料分ぐらい安く買えたかなというふうな感じでした。それではですね、早速、着てみたいというふうに思います。はい、着てみました。どうでしょうか。こんな感じですね。僕は身長が174ぐらい、体重が65キロぐらいで、見た感じ、ぴったり、S サイズでちょうどいい感じです。で、パーカー、はい、こんな感じですね。パーカーもちょっと羽織ってみますけど、パーカーもですね、はい、いい感じだと思います。袖の長さも、スモールで、はい、こうどうでしょう、こうこんな感じですし、サイズ感も、いい感じかなという感じしますね。ちょっとファスナーを閉めてみると、こういう、はい、感じになります。で、後ろが分かりますか、見えますか、こんな感じ、こんな感じですね。はい、という、ことで、この衣装、YouTube 配信用の衣装ということにしたいと思います。今回なんかつまらない、動画だったかもしれませんけれども、これで終わりにしたいと思います。今回も、拙い会話にお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次回。じゃあね。